皆さんこんにちは、内科皮膚科医のともり新です。今日はですね、もう9月も半ばに入ってきて、ちょっと朝晩肌寒い日も増えてきましたよね。でそんな時に気になるのが、そう、風邪ですよ。今年は新型コロナウイルスも流行っているので、なるべく風邪はひきたくないし、もし風邪をひいたとしても長引かせたくないと思っている方多いと思います。でそんな方は必見でございます。もうね、抗生剤よりも咳止めよりも効くっていうものが、実は食べ物で発見というか分かったんですね。でこれは多分ね、皆さんの台所にもあると思いますし、もしなかったとしても、コンビニとかもちろんスーパーでは必ず買えるものになりますので、最後までぜひご覧ください。では早速ですが、皆さん風邪をひいたら病院行かれる方も多いと思うんですけれども、その時にお医者さんから何もらいますか？そう、大体ね、なんか抗生剤だったり総合感冒薬っていうか、風邪薬と呼ばれるもの、あとは咳止めをもらう方が多いと思うんですが、その中でもちょっとね、医師の中でも、あとは皆さんの中でも知ってる方いらっしゃるかもしれないんですが、実は抗生剤っていうものがすごく今、風邪に抗生剤を出すっていうのはもうダメだっていうことが、だんだんもう当たり前になってきているんですね。でこれはなぜかというと、もともと風邪っていうのはですね、ウイルスによって起こる病気なんですよ。で今話題の新型コロナウイルスでね、あるコロナウイルスですよ。新型じゃないコロナウイルスっていうのは、実は風邪のウイルスでもあって、普通のコロナウイルスだと皆さんかかったことがあって自然に治っていくというようなものなんですね。で抗生剤っていうのは、実は菌に効くものであって、ウイルスに効くものではないんですよ。ウイルスっていうのは抗ウイルス剤というものを出さなくちゃいけないんですね。なので新型コロナウイルスでも抗生剤を出すってことはないじゃないですか。これと一緒で、風邪もですね、基本的には抗生剤は出さないんですよ。抗生剤を出すことの、危険性は何かっていうと、効かないだけじゃなくて、実は本当に怖い耐性菌と呼ばれて、抗生剤が効かない菌を生み出してしまう可能性が大きいんですね。でよく MRSA という名前聞いたことありません？これはね、メッシリン耐性黄色ブドウ球菌という、通常黄色ブドウ球菌っていうのはメッシリン系というね、抗生剤が効くんですけども、それに耐性ができてしまった怖い黄色ブドウ球菌のことで、これが ICU とか、あとはちょっと病気とかでちょっと体力が低下した人に流行ってしまうと、もう抗生剤が効かないですから、すごく命取りになってしまうということもあるんですね。でこのやっぱり MRSA みたいな耐性菌を生むのは、抗生物質をもう本当に安易に乱用してしまうことで起こっているっていうことが分かってきているので、なるべく抗生剤っていうのはピンポイントで短期間適正な時にだけ使うっていうことが分かっていて、なので風邪みたいな、そもそも抗生剤が効かないものに、病気にね、抗生剤を出すことっていうのは、もう実はナンセンスだっていうことが分かっています。でもとは言っても、病院に行ったら先生出してくれるもんっていう人もいるし、あとね、私も診療してて思うんですけど、患者さん来るわけですよ。で先生風邪ひきましたって言って、じゃあ分かりました、お喉痛いですかとか言って、はいとか言って、じゃあ喉が痛いのを取るお薬と、あとは咳止め出しておきますねとかって言うと、必ずというか、ある一定の割合の人で、いや先生抗生剤くださいよっていう人いるんですよ。でもね、で今私が話したようなことを言うんですよ。抗生剤まず効かないし、耐性菌を生む可能性あるからダメですよって言っても、いやいや今までね、自分は抗生剤飲んだらすぐ治ったから、抗生剤が効くタイプだからっていうね、ちょっとよくわからない理論を言われるんですね。それはね、風邪っていうのは薬を飲んでも飲まなくても、ある一定の期間では治るんですよ。だからこの人は抗生剤が効いたんじゃなくて、風邪が普通に治ったっていうんですけども、自分が抗生剤を飲んだから治ったって思うと、抗生剤をくださいって言われるんですよ。でこれでちょっと一悶着あるわけですね。で、私ももうなんていうのかなっていう感じになっちゃうんですけども、なので、この互いね、私たち医師もそれでこうちゃんと出さないっていうことを決めなくちゃいけないし、患者さん側もそれをちゃんと知識を持ってもらいたいなっていうのが、発端なんですが、じゃあなんでこの話をしたかっていうと、実は私がさっき言った風邪症状に効くっていう食べ物を追跡というか発見したグループの先生たちも、この耐性菌を生まないように、抗生剤をむやみに乱用出さないように、じゃあ他に抗生剤とかと取って代われるようなものってないかっていうことを調べたっていうことが、この研究の発端になっているんです。では抗生剤よりも咳止めよりも風邪症状に効果が期待できるっていう食べ物は何かっていうと、ズバリ蜂蜜になります。
蜂蜜ね、なんとなく風邪に効きそうっていうのは思っている方もいたと思うんですけれども、実はきちんとした科学的なエビデンスを今回の研究で分かったんですね。でこれはあの CNN という、まあ、アメリカの放送局、まあ、テレビ局ですねが発表した案ですけれども、そもそもはオックスフォード大学の医学部の先生たちがこの蜂蜜っていうものを研究している世界中の論文を全部調べて、でそれがねなんとね1345件ヒットしたんですよ。そう、私たち医師っていうのは、まあ、いろんな検索のシステムがあって、そこから検索をすることができるんですね。なので風邪とかあと上気道症状というんですが、私たち医師では上気道症状、あと蜂蜜とかそういったもので検索をかけたものが1354件あった。でその中の、あ、じゃあこれはちょっと本当に深掘りしても使えそうだなっていう14件のものを結構深掘りしていったところですね、その風邪症状、いわゆる喉が痛いとか、あの咳が出るとか、咳が重症化するっていうの、これの上気道症状と言います。これを、まあ、どの項目もですね、蜂蜜が普通の咳止めだったりよりも改善させるっていうことが分かったんです。で抗生剤の話に戻るんですけれども、私たちさっきね、医者に来た、病院に来た時に患者さんに咳、あの風邪ひいてるんですって言うと抗生剤を出すってあの言ったじゃないですか。でこの論文の中にもすごい面白いことが書いてあって、大部分の風邪、まあ、上気道症状というのはウイルスであり、まあ、抗生物質は処方は効果はなく不適切なことが分かっている。しかし効果的な選択肢がないので、まあ、患者と医師のコミュニケーションのために抗生剤を出しているケースがほとんどですっていう、これはいかがなものだろうかっていうこの研究の中にも書いてあるんですね。なのでその、まあ、もちろん病院に来てね、あの何か病あの薬をもらいたいという気持ちは分かるんですけれども、この抗生剤を出すんじゃなくてもっといいものありますよ、咳止めよりも抗生剤よりも効くものありますよっていうもので、蜂蜜舐めてくださいって言えたらそれが良くなるんじゃないかっていうことがこの論文にも書いてあるんですね。で、まあ、その上気道症状、咳が重症化するとか咳、喉が痛いとか咳が出るだけじゃなくて、蜂蜜の中には抗菌作用が認められているものもありますし、まあ、蜂蜜にもいろんな種類があって、マヌカハニーと呼ばれるものはさらに抗菌作用強いというふうにも言われているので、まあ、この、ね、論文の中には予防というものは書いていないんですけれども、まあ、少なくとも、まあ、風邪症状、まあ、上気道症状がある時には咳止め、市販の総合感冒薬みたいなものだったり咳止めだったり、ましてや抗生剤よりも実は症状を軽くできるのが蜂蜜なんだよっていうことなんですよ。だから皆さんね、これからねちょっとね寒くなってきて、まあ、ちょっと喉がおかしいなとか、熱は出ないまででも咳が出るなとか、でそういうような、まあ、上気道症状がある場合はむやみに病院に行ってね抗生剤をくださいっていうよりも、実は蜂蜜を家で舐めてた方がいいっていうことなんですよ。わかりますか？すごくないですか？なのでね、私もねこのねあの、まあ、論文というかデータを見て、これからねクリニックに来た人にもこの論文をコピーして渡してこれだからあの家でね蜂蜜舐めてくださいっていうか、あとは、まあ、あの蜂蜜は家にあります、でも薬が欲しいっていう方には抗生剤は絶対出さずに、それでもあの薬欲しいっていう方にだけ、まあ、咳止めとか総合感冒薬出そうかなと思っています。蜂蜜なんですけれども、すごく素晴らしいね、さっき言った抗生剤よりもそして咳止めよりも効果がねあの期待できるというお話をしましたけれども、一つ注意点があります。それはですね、1歳未満の、 あのお子さんには絶対に食べさせないようにしてください。これね、あの子育てをしている方だったらご存知な方も多いと思うんですけれども、あの蜂蜜の中にはねボツリヌス菌というものが入っていることが可能性があります。なので1歳未満のお子さんにあげてしまうと、そのボツリヌス菌の毒素でね中毒症状を起こしてしまう可能性がゼロではありませんので、そこだけ気をつけてください。であとはもう一つ、どうでもいいことなのかもしれないんですけども、今日ね新しいカメラで撮影しているので、なんだかこうちょっと私の後ろに後光が差しているような感じになったり、あの私いつも自然光で撮ってるので、なんかちょっと今日はあんまり、うん、映りが微妙かなと思いましたっていう、どうでもいいことでした。
でちなみに私もあの元々蜂蜜は好きで、まあ、この論文の前から蜂蜜っていうのはですね抗菌ですね、まあ、ウイルスというのはなかなかあれですよ、菌ある一定の菌だったりとかに効くっていうことが分かっていたりとか、まあ、ウイルスっていうのもあの今研究の段階ではあるらしいんですけれども、エビデンスがまだはっきりしてないんですが、菌に対してはあるとあの言われています。でそういう抗菌作用だったり、あとはね腸内環境を良くしてくれるっていうこともあるので我が家でも結構使うんですね。でこれ以前あのオメガ3が結構入っているよっていうのでご紹介したカメリナオイルというものが入っているこれ蜂蜜だったり、であとねもう一つこれねいただき物でいただいて、あこのマヌカハニーなんだすごいな美味しいなと思ってたんですけど、こちらストロングマヌカハニーっていうやつで、これねマヌカハニーのあのまあなんていうのか性能っていうんじゃないんですけど活性強度っていうものを、まあ、調べるもの MGO っていうのがあるんですが、通常ね20とか30なんですが、これストロングって言ってるだけあってね1100なんですよ。で MGO1100 ってまあまあなくって、でこれが実はねこれいくらだと思います？私ももらってね何気なく美味しかったから2個目買いたいなと思って見たらね、これねなんとね3万円とか4万円とか5万円とかねそんなやつだったんですよ。だからねもう大切に大切にいただいたものチビチビしてるんですが、それぐらいちょっと高価なものもあるよっていうのです。なので私もこれちょっと2度目買うのちょっと手が震えてまだ行ってないですけど、すごく美味しいし、確かに喉が痛いなと思った時に子供たちに飲ませたりすると結構ね次の日大丈夫だったり、私自身もこれ飲むと結構喉の痛み改善されたりするので、これはねちょっとねいいなと思ってます。でただこうやって大きいパッケージだとなかなかなくならないとかっていう、であと蜂蜜って蜂さんがまあ蜜を吸うわけじゃないですか。だから植物によってその吸う植物によってね味が違うっていうのも言われていて、だからいろんな味を試したいなっていう時におすすめなのがこちらです。山田養蜂場さんのスティックハニーセットだったかな。そうですねスティックハニーセットですね。これね私もねこれ見つけた時いいなと思ったのは、いろんな種類のわかるかな、これそばとかあとはレンゲとかいろんな種類の蜂蜜がこういう風になんか一個一個こう個包装になってるんですよ。だから使い切りみたいな感じなので、これとか何個かあるとこの味が好きだよとか思いながら試していけることできるんじゃないかなと思います。でもやっぱりねこれからねやっぱり風邪流行る時期になります。でもちろん熱がすごく高いとかそういった場合にはもちろん病院にね行って適切な診断のもとにお薬もらうのはいいと思うんですが、ちょっと咳が出るなとか喉が痛いなっていうような上気道症状だったら普通のね総合感冒薬とかをよりも蜂蜜がいいんじゃないかなという研究データでした。で皆さんねもちろんやはり風邪も予防が大事です。新型コロナウイルスね皆さんねあのもう当たり前になったと思うんですが、手洗いですね、あとはあのマスクしっかりして予防を心がけて、今年は風邪をなるべく引かないように、でもしあちょっと喉痛いな咳が出るなと思ったら蜂蜜をぜひ舐めてみてください。いかがでしたか？このチャンネルではこのようにあの皆さんに美容や健康について分かりやすくお話ししているチャンネルになりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。